ドクロが集まった最後の画面がやばいけど音が鳴らない。こちらやっていきましょう。まあこのドクロを集める系はね、毎回すごいことになってますけど、最後音が鳴らなくなるってのは聞いたことがないですね。むしろさ、鳴りすぎてやばいってのは今まであったけど、うん、あと猫パンチとかね、百裂拳みたいな感じだったけど、さあこれは多分電話の音が一気にすげえ鳴る予感なんだけど。うわすげえ、これなんだろう、あのプリクラのさ、あの背景選ぶときみたいなのにこういうのない？ピカピカピカーって周りに星のスタンプこうめっちゃつけた後みたいな。確かにでも音鳴ってないね。漫画の一コマみたいな、そんな感じにも見えるけど、いやーすごーい、すごいね、これはいいもの見させていただきました、ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。はい、今日はいい肉の日ですね。はい、皆さん肉食べました？皆さんは何肉が好きですかね。鶏肉、豚肉、いろいろありますけども、まあ牛肉が美味しいよね。さあやっていきましょう。スピランロゼさんのコース、初心者も風になれ、綺麗な銀河でパリピラよー、スピードランエイド、こちらやっていきましょう。すっげーテンション高いタイトルだよね。よっしゃやっていくぜパリピーポ、ヘイ、いやー行っちゃいましょう、風になっちゃおうぜーって、そのまま行ったら死ぬよねー。さあ行きましょう、もう一回行こう。はい、パリピだパリピポヘイセイゴー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 、オッケー、まず上行って下行って、そしてここあバネ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 なくなったんですけど、ちょっと待って、バネがなくなって、いけたいけたいけたけど、あーちょっと待って、これ大丈夫、まだまだいける、まだいける、まだいける、まだいけるか、まだ希望は捨てちゃいけない、そう、何があっても可能性がある限り僕は進み続ける。無理でした、一気に一気に一気に、大丈夫、オッケー、そしてここ滑る、滑ったね、オッケー、俺のダジャレのようだ、うん、はい、そんでここパーパー、いいよいいよ、そんで右、これかぶる系ね、かぶる系、はい、かぶる系男子でいきましょう。でここ上系、上系男子、はい、パー、ここも、あ違う、かぶる系じゃないけど、いけるいける、大丈夫大丈夫でした、オッケーオッケー、ん、最後にパウを持った意味。まあパウと一緒にゴールしましたね。はい、初心者には結構厳しいかもしれないけど、うん、まあ風にはなったかもしれないね。はい、ロゼさんありがとうございました。納豆ペンさんのコースですね。はい、10秒チャレンジ23、5段ファイヤーバー越え、こちらやっていきましょう。初代のマリオなん、マリオスキンなんで、多分3段ジャンプとかではないけど、結構、なるほど、そういうこと、そういうこと、そういうこと、オッケーオッケーオッケー、あでもこれは別にそんな落ち着いていけば何の怖いこともないと思ったけど、時間がねえのか、わお、そっか、ちょっと待って待って待って、急げ急げ、ここもう急いで、おーっとっとっと、オッケーオッケーオッケー、いったいったいった、はいはいはい、へいーっと、もうゴール、よし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 、よかったよかった、うん、ただの5段ファイヤーバー避けではなかったということですね。10秒マリオですもんね。はい、納豆ペンさん、はい、もう納豆ペンって言うとね、ペンパイナッポー納豆ペンって言いたくなるけどね。はい、ありがとうございました。菊池対ポポさんのコース、ジャストミート、こちらやっていきましょう。クリア率は 15%、 マジで結構難しそうに見えたんだけど、ほら難しそうじゃない、これで 15%？ ジャストミートできないんだけど。いけるかな、んー、これは上がりすぎ、下がりすぎ、よいしょ、あいったー、ジャストミート。いやシンプル、いやシンプルだけどゴールの間に入る系僕は好きですよ。はい、ポポさんありがとうございました。竜頭だよーさんのコース、マリオオリンピック第1種目、走り幅跳び、こちらやっていきましょう。いや、オリンピックまであと、約3年ぐらいですかね。うん、もうすぐオリンピックですよ、東京オリンピック。まあ、今回はこれは、まあ、リオオリンピックとかけてるんでしょうけど、てか、なになに？走り幅跳びでしょ？うわ、ちょ、1、OK。
はい、ほい、ほ、待って、どうすんの、どうすんの。走り幅跳びっていうか三段跳びだよね、これ。こっからか。はい。1。あ、これでいいのか。あ、こういうことね、こういうことね。はい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 。走り幅跳び成功じゃん。やったー。ちょっと考えすぎたね。おお、トロフィーの上に入るマリオさん。今のは記録何メートルぐらいですかね。まあ、マリオのことだから27メートルぐらいだと思うんですけどね。はい、ありがとうございました。ゲーム音楽イントロクイーズレベル1、茶釜さんのコースやっていきましょう。さあ、まずはこのドア入って、皆さんも考えようね。てってれーてれれてってってってだね、多分今のは。だからこっちじゃない、カービィだね。そうだね、カービィでしょう、カービィでしょう。いやー、このクオリティすごいよね。さあ、次いきますよ。てれれれてれれれてってって、だからポケモンだね、ポケモン、ポケモン。イカじゃない、これプリンだ。プリンだが正解。プリンが正解だよ。ドクターマリオ。違う。プリンが正解。ここでしょ？イェーイ！さあ次行きましょう。中間ですね。歩いた、歩かない、何も歩かなくていいのか。てるててててててだからマリオ？マリオな気がする。あ、これ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 。なんだっけ、スーパーマリオ USA ですね。はい、今のは。これミュウツーって思うと俺も結構やってきたね、ゲームね。うん、よかった。さあ次4問目。でててちょっともう一回戻る。てるてるてててててるてててちょっと選択肢を見てから考えよう。てるてててだもんね。てるてててて、あー、マリカ。てるてててな、マリカじゃない気がすんな。ピカチュウ。てるてててて、いや、てるてててはポケモンな感じはしないよね。ヨッシー。てるてててヨッシーでもない気がするんだよな。いや、スプラトゥーンはもっと違う気がする。トゥルトゥトゥトゥ。あ、わかんない、わかんない。あ、今、あ、わかんないってなんかわかった感じで言っちゃったけど、わかんない。ここ。うわ、違うか。なんだ？トゥルトゥトゥトゥ。トゥルトゥトゥトゥってなんかあったっけ、スプラトゥーンで。多分今正解スプラトゥーンだよね。うわー、ちょっと分かんなかったことが残念。ごめんなさい、なんか分かった人教えて。原曲。トゥトゥトゥ。おー、メドレーになってたね。メドレーになってたけど、やっぱりテレテテテの部分がちょっと分かんなかった、正直。ごめんなさい。あー、悔しいな。まあ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 、イエイ、オッケー。いいね、演奏コース素晴らしい。こういうイントロ系のがね、作れるのがマジで羨ましいっす、本当に。いやー、レベル2もあんのかな。ちょっと見てみよう。茶釜さん、ありがとうございました。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。少しでも楽しいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。コードでした。次回のマリオメーカーの実況でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。